電球自住職、三木田佑です。えー、本日も階段切符を始めさせていただきます。えー、私はですね、まあ、あの、京都で生まれて、京都で育って、えー、お坊さんとなってからは、まあえー、各地、いろいろと修行のために回らせていただいてたんですけれども、あの、高校卒業するまで京都にいたんですね。で、京都で、まあ、とある男子校に通ってました。で、この男子校で、 まあ先生方もまあ当時は、えー、先生方全員男性の方でしてあの非常にこうまあ時代的にもですね厳しい先生が多かったんですねでそれでも私はもうこの高校が大好きでですね毎日本当に日曜日がなかったらいいのになと思うぐらい、えー、高校生活が楽しかったんですでまあ毎日、えー、通ってる中でですね、まあ、先生方とももう友達のようになって るわけですね信頼関係も非常に熱くなってきてである先生がですね私と一緒にご飯を食べに行こう、まあ、ご飯に連れて行ってくださったりする先生がちらほらいてくださったんですけれどもその仲のいい先生の一人の方がですね、まあ、ある時ですねパッと学校休まれるんですねであれあの先生そういうと今日休んでるなでその先生の授業は自習だったんですよ。 でそんなことがその先生が学校休まれて1週間ぐらい経って、まあ、その先生復帰されたんですね。で私復帰されてからえ「先生なんか体壊してたんですか?」お聞きしますと先生が「あいやいやちょっといろいろあってね、うん、あの心配しないで大丈夫大丈夫」ま。あ、それだけで教えてくれないんですよ。で私これね卒業まで実はすごく気になって「先生あの1週間休んでた1週間何だったんですか?」何度かお聞きするんですけれども先生。 最後まで教えてあああそうかまあじゃあ,あの何か家庭のごちゃごちゃか何かあったのかなと思って私もあまり聞くことをしなかったんですね。それからまあ数年の月日がたってある時私がまあ連休時の住職となって、まあ、テレビに出させていただいて会談を始めたその頃にですねこの先生がそのテレビをご覧いただいて。 みきくんお寺の住職になれたんだねって言ってあの私のお寺に訪ねてくださったんですね。で「ああ先生お久しぶりです」。もう私はもう私が学生時代とその先生本当に、えー、お顔も姿もそほど変わってられませんでして「ああ先生懐かしいですね」なんて話をしててよく訪ねてくださいましたねって言ったらいやいや最近なんかあの階段のテレビ見ましたよなんて言ってくださってありがとうございます。 いや、それでね、ミキ君。実は、ちょっと今日、お願いしたいことがあって来た。まあ、そうおっしゃるんですね。で、あ、そうですか、そうですか。先生、どうぞどうぞ、上がってくださいって言って、本堂に招き入れますと、いや、実はちょっと友達も2人連れてきてるからいいかなっておっしゃるんで、あ、先生のお友達もどうぞどうぞ。まあ、3人の方がお寺に来られたんですね。この3人の方からお聞きした話です。まあ、これ、実はですね、私が、 気になっていたた先生が1週間休まれたこの1週間の間に起きた出来事を先生お話しくださったんですけれども何か何があって先生は1週間休まれてたかって言いますとまあ実は関西の某所にまあ峠道があるんですねまあまあたくさんありますけれどもある一つの峠道でこの先生が車を深夜走らせてたそうなんですちょうど 前日が休みでですね、明日がもう月曜日、日曜日の夜ですね。だから先生がずっとお友達3人、合計4人でですね、車に乗って、まあ京都へ帰る途中だったそうなんです。その最中に一本の峠道に差し掛かった。ずっとこの先生が運転して、お友達が、えー、後ろ2人と助手席に1人乗せてですね、4人でずっと行ってますと、後ろから来た車がブブブブブ,ブクラクションを鳴らすんです。 で、ああじゃあ、先行ってください。私たちゆっくり行きますから。ということで、先生は、えー、え窓から手を出して先行ってください。と合図を送るわけです。そうしますと、わーと車が抜いていくんですね。で、しばらくしますと、またこの、パパパッパッシングしてくる車がいる。で、ああ、また先どうぞどうぞ。譲っていた。なぜ譲っておられたかというと、実はですね、この峠、一つの言い伝えがあるんですね。その言い伝えは何かというと、 赤い乗り物でこの峠に差し掛かると事故をする可能性が高い。ですからまあ統計的に見てその峠で事故を起こされる乗り物はまあ総じて赤いことが多いということなんですね。でそれを先生方も気づかれてまあどん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 もう先に行かせてくれ。 赤い車に先生方が乗ってられたので、えー、先に行かせてくれということでどん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 まあ抜いていかれたで先生方も自分たちが赤い乗り物赤い車に乗ってられたのでちょっといつもよりゆっくり峠を渡ってられたそうなんですでずっと峠を上がっていきますと、まあ、先生方ずっと前からえ運転されてますからちょっと休憩したいなと思ってでしかもいつもよりゆっくり運転してますからちょっと疲れたな頂上付近にですね まあパーキングのようなところがあってそこでちょっと休憩しようというお話になったで先生車を止められてで他のお友達3人はですねちょっとここで休憩するのでちょっとトイレ行ってくるって言って3人行かれたで先生はまああのトイレしたくなかったのでそのままたまたま近くにあの車を改造してホットドッグを売りに来てた方がおられたのでそのホットドッグを買いに行こうと思って先生はホットドッグを4人前買いに行かれてたんですね で、そうしますと、もうその方も、もう夜遅かったですから、ホットドッグ屋さんももうしまいかけだったんですけれども、ああ、まあまあ4つぐらいじゃ作りますということで作ってくださってたんですね。で、まあ4つのホットドッグができて、で、お友達の方も1人帰ってきて、2人帰ってきて、じゃあみんなで食べよう食べよう。食べてるんですけれども、もうあと1人の方がなかなかトイレから帰ってこられないんですね。あれ、おかしいなあいつどうしてるのかな、まあ、気になって先生方が見に行きますと、 トン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 ノックしても一切ノックが返ってこないんですね。で、おかしいな、おい、大丈夫か何があったの声をかけても返事一つ返ってこない。おかしいな、ちょっと上から覗こうとして、あの、トイレの上少し空、えー、いてますね。で、そこに手をかけてですね、よっと行くんですけども、頭が上に当たって中の様子を覗くことができなかったそうなんです。で、これ、いよいよちょっと何かがあったかもしれない。 とということで先生方は外へ出てですね当時まだ携帯電話が普及してませんでしたからお持ちになってられなかったので近くの公衆電話に行って、まあ、警察に電話されたわけです友人がトイレから出てこないんですけれども「でああそうですかそうですかちなみに車は、えー、何色ですか?」って言われて「ああの赤い車に乗ってます」ああわかりましたじゃあ,あのすぐ行きます」って言って電話が切れたやがてパトカー救急車が数台上がってきたそうなんですね で赤い車はどこですかあなんか事故ですか?」って言われて「あいや違うんですトイレの中から友人が出てこないんです」って言ったら「あっあそ,うそっちがメインですね」みたいな話になって「でいや赤い車に乗ってる人は事故が多いということを多分警察の方もご存知だったんでしょうね」いや「赤い車」っていうふうな通報だったんで事故かと思って、まあ、たくさんの救急車も。 あの、一緒に来られてたということだったそうなんですけれども、で、そのまま実は、まあ、あの、警察の方が、じゃあ、私たちが、あトイレに入ってですね、もう、塔を潰してしまいますと。それまでちょっと外で待っててくださいと言われて、ああ、じゃあ分かりました。警官の方が何人か入って、トイレに入って行かれてですね、ちょっと扉から離れてくださいね、いいですか。これから扉をぶち破りますからね、まあ、そんなことをおっしゃったそうなんですよ。 で大丈夫かなと思って先生方外で待ってると「いきますよ12の3バーン!」という音とともにどうやらまあ扉を壊されたんでしょうねであ扉を今壊してくださったな友人大丈夫かなと思って心配になってその先生待ってますとやがて警官の方たちが「うわー!」っ叫び声を上げて外へ出てこられたそうなんですで何かワワ,ワワッと喋ったあとにもう一度トイレの中に入っておられてもうまた皆さんで出てきて 出てきた警官の方たちが先生方に向かっておいお前たちちょっとあのパトカーに乗れって言われたそうなんですで先生もパトカーに乗せられてでお友達は違うパトカーにそれぞれ乗せられてまああの警察署へ連れて行かれたそうなんですねでその警察署へ着くとすぐに取調室と書いた部屋へ通されてこんなことを聞かれたそうなんです朝何時に起きましたかであ朝7時に起きました 友達のところに連絡したのはいつですか？あ、それから30分後ぐらいです。あ、そうですか。わかりました。じゃあ朝起きて友達に連絡してから、ずっと後のことを分単位で説明してください。で、分単位と言われてもなかなかね。難しいですけど、まあ、ちょっと覚えてる範囲でお話ししますえー。朝7時に起きて7時半に友達のところに連絡して、その後30分ぐらいで友達一人と合流してなんてことを。 取り調べ室でずーっと説明するわけですね。で、大体何時頃あの峠に差し掛かってパーキングに着いたのがその何分後ぐらいで、覚えてるハンチでずーっと言う。で、今ここに私はいます。ああ、そうですか。うんうん。わかりました。じゃあもう一度朝起きたとこからもう一回繰り返して言ってくださいって言われそうなんです。で、え 今言ったことですかああ、そうそう、もう一回、ちょっと、ちと説明してって言われたはい、わかりました、えー。朝7時に起きて、7時半に友達のところに電話して、えー、なんていうことをずっと言うわけですね。で、また言い終わると、あなるほど。はい、じゃあ、もう一回朝から言って。繰り返し何度もこれをされるそうなんです。で、先生方も疲れてきてですね、えっと、えっ、ー、と、7時に友達のところに電話してって言うと、おい、最初に言ったのと違うじゃないか。 お7時に起きたと言ったぞああごめんなさい7時に起きて7時半に友達のところに連絡して少し言い間違えると本当のことを言えって言われるそうなんですねではなんとなく怖くなって、えー、とちゃんとしっかりと説明しなくちゃいけないと思ってまた7時から、えー、7時半に友達のところにっていうふうにして先生がずーっと繰り返し何度もこれ説明したそうなんですどのぐらいの時間が経ったかほとんど記憶にないそうですけれども 何度か繰り返しているうちにガチャッと取り調べ室の扉が開いてですねまた違う警官の方が入ってこられてえご苦労様でしたもうこれで取り調べは終わりですって言って外へ出されたそうなんですよ取り調べが終わりこの言葉に先生は何か不吉なものを感じながらもまあその外に出されてですね今度大部屋へ連れて行かれたでその大部屋には 別れたそのあと残りの友達お二人が座ってられてで友達と合流して「いや実は俺朝起きてからここへ来るまで分単位で説明をさせられてた」他の友人も言う「あ俺もそうやそうや」3人ともどうやら一緒の取り調べを受けてたそうなんですね。でこれはどういうことかなと思ってるとまあ刑事さんらしき方がえその大部屋に入ってこられて「お三人さんお疲れ様でした」 えー、もう協力していただいてありがとうございます。ですけれども、もう,う3人さんの、えー、容疑は晴れましたんで、これで帰っていただいて結構です。まあ、そんなことを言われるそうなんですね。で、どういうことですか言いますと、いや、もしかするともう分かってられるかもしれませんけれども、あのトイレの中に入ってられたご友人、亡くなってられました。そうおっしゃったそうなんですね。えー、やはり。 あの友達は亡くなってたんかと思って3人ですごくショックを受けてた。でもどんな亡くなり方をしてたのかなとふと思った時に一つ思い出した。取り調べ室にいた時にこんな質問をされてるんですね。お三人さんともなんですけれどもトイレに入ったその友人の髪の毛の色は何色だったあ、いや染めてもいなかったので黒です。ああ、そうか。ふんふんふんで、目の色は何色だった いや、目の色も黒です。ああ、ほんほんほん。爪は剥がれてなかったかいや、どこのですかって,って。いや、指の爪は剥がれてなかったかそんな変な質問されたそうなんです。もちろん爪なんか剥がれてません。もしかすると、あの質問が、この友人の亡くなった姿と何か一致してるのかなと思いながら、その先生は、刑事さんに尋ねたそうなんです。私の友人はどんな亡くなり方をしてたんですか聞きますと、いや、実はね、 扉をバーンと潰してトイレの中を見ますとご友人の方白髪で両目とも飛び出して亡くなってられたんですそんなことを言われたそうなんですねだから髪の毛の色目の色を聞かれたわけですどういうことですかって言いますと人間って言いますのはわっびっくりするわっ,って脅かされたその瞬間ですねこれが 数分間続くと眼圧というものがあるそうで、この眼圧が上がって眼球が飛び出すそうなんですね。で、髪の毛の色素も抜けて真っ白になることが実はあるんです。ま、そんな説明を受けられたそうなんですね。うわぁ、そうか。そんな何か怖い目に遭ってたんだなと思って、その三人でうわぁと思ってると、刑事さんが、いやぁ、もしかするとね、ご友人の三人さんが、 何か友人を脅かして長いことを脅かしてですね死に追いやったのではないかそれを調べてたんですけれどもえお三人さんがまあそんな方にもお見受けできないのでいろいろ調べた結果え三人さんではないなということが分かりましたのでもうこれ帰っていただいて結構ですそう言われたそうですで帰り際まあ警察署を出る直前に先生がですねあ刑事さんもう一つだけ教えてください あの友人の爪が剥がれてなかったかっておっしゃいましたけど、あれどういうことですかそう最後に質問すると、刑事さんが、あ、ご友人の方ね、こうやって亡くなってられたんです。こうやって怖かったんでしょうね。ガリガリガリ両肩をかく。怖くてガリ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 として、両肩から血が出て、爪が全て剥がれてたんですよ。こんな説明を刑事さんから受けたっていうんですね。で、ああ、そうか、そんな亡くなり方をしたのか。 でその後先生方は、まあ、一旦家へ帰られた後ですねそのご友人の家へ行って、えー、ご家族の方にいろいろとまあ今までの経緯を説明されてお通夜お葬式をしてまあ、1週間実は休んでたのはそういった理由なんだよということをまあ教えてくださったんですねでああそうだったんですかでそのご友人亡くなられたご友人のもとにですね年に一度必ず命日には、えー お父さんお母さんのところへ行ってですね、えー、共にお経をあげてたそうなんですところが10年目の時に向こうのご両親がこうおっしゃった「もう3人ともありがとう」「今まで10年間もねこの命日にいつも来てくれてありがとう」「でももうあの息子も多分これで成仏しただろうからもう3人さんはもう本当に日常に戻ってほしい」まあ、そうおっしゃってくださったそうなんですねじゃあ分かりました 一応10年を勤め上げたのでもこれでじゃあ、えー、毎回来るのももしかするとご家族にも負担かもしれないと考えて3人さんはそれ以来、えー、供養をお仏壇まで行かれることはなくなったそうなんですね。でそれから数年が経って実は今ここへ来たんだと先生おっしゃるわけです。あそうか10年間勤め上げたけれども何か気になって今 新たにお経をあげてほしい。そういうことですかお聞きすると、いや、実はそうなんだ。あの亡くなった友人が、どうやら10年間勤めたのに、その後来ないじゃないかと言って、怒って今日出てきたんだと。まあ、そんなことをおっしゃるんですね。どういうことですかというと、先生が寝てますと、耳元で誰かが、わっって言った。で、わっと思って起き上がると、 手がクロスしてたそうなんですよ。この状態で爪が型に当たってですね、少し血が出た。それで思い出した。ああ、あの友人がもしかすると、あれ以来なぜ来ないんだと言って、怒って出てきたんだ。そう思って、あと二人の友人に電話すると、実はそのお二人も同じような経験をされてたんですね、その日。ですから、 ちょっとお経をあげてほしいということで私のお寺に来られたんですね。で私、南妙法蓮華経とお経をあげながらふと思ったんです。それだけ仲の良かった友人が10年間も供養を続けていただいたにもかかわらず、恨んで出てくるようなことがあるのかなと少しまあ思いながらお経をあげてますと私の後ろから男性のすすり泣く声がするんです。 でお経をまたずーっと上げてますとそのすすり泣く声がやがてどん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 大きくなってしゃくり上げるように泣かれるんですね <laughs> かなり悲しそうに泣かれるああ成仏できてないのかなと思いながらもまあお経を上げ終わって後ろを振り返りますと泣いていたのはなんとこの先生だったんですね先生どうされたんですか?」声をかけますといや美樹くん僕は大きな思い違いをしていたこの友達 私を恨んで出てきたんではなくて私のことを心配になって出てきてくれたそれを私は勘違いして悪いように捉えてしまってたというふうに先生おっしゃるんですどういうことかとお聞きしますと実はわっと言って出てきてこうなったこれは絶対恨まれてると先生は思ってられたんですけれども実は読経中に急に思い出されたことがある それは何かというと新しく車を買われたことなんですねもう来月には乗車という段階で実はこの買われたた車の色色が赤色だったそうなんですもしもまたあの峠に行って事故を起こしては怖いと思った友人がわざわざ赤い車じゃない車にしなさいというふうに言いに来てくれたんではないかなですから誤解をしてたと言って先生はその場で泣いてられました。 おそらく私も亡くなった友人は心配して出てこられた、まあ、そんなふうによくですね霊現象あるいは怪奇現象というものが起こるとですねああこれは何か怖い悪いことが起こるんではないかなというふうなどちらかというとネガティブに考えがちですけれども私決してそうではないと思うんですねたまたま撮れた心霊写真ももしかすると吉祥の前触れかもしれませんし あるいは、あなたがこういうことを気をつけなさいというメッセージかもしれません。でも、なんとなく悪い方に受け取ってしまいがちですね。で、これは生きている私たち人間もそうです。例えばなんですけれども、私もこの YouTube を撮らせていただいてますとね、これ撮り終わった後ですね、今日はミキさん調子が悪かったですね。こういうところをもうちょっと滑舌よく喋ってください。まあ、注意をしてくださる。 ところがこれをですね悪口と取ってしまいますとその人との仲はどんどんと悪くなっていきますねいつもいつも取り終わった後に文句ばっかり言ってなんて話になってしまいますけれどもこれは取りようですね皆さん実はその人のためを思って私のことを思って注意してくださってるんですこれを叱られた怒られた悪口を言われたというふうに取ってしまうとこれは悪いふうにしか動きませんね おそらく霊現象も私これと一緒だと思うんです。何も悪いことばっかりではないんですよね。いや、むしろ霊現象が悪いことの方が私少ないように思うんです。たたりである、呪いである。 今お話して赤い車の話が出ましたけどもだからといって赤い車に乗ると事故率が高いとかってそんな統計はあのこの峠ではありますけれどもあの他のところではありませんから、えー、全然乗っていただいて大丈夫だと思います。で極力何かあった時にあのネガティブになんかあの悪い方に考えずにですねこれも一ついいことなんだ自分の試練なんだ修行なんだあるいは かけていただいた言葉、それこそがありがたいんだというふうに生活していただくと、まあ、普段何かあった時にも、えー、あまりイライラせずに生活できるんではないかな。まあ、そんなふうに思うんですね。ということで、えー、本日も怪談説法これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。